はい、果たして見つけることができるだろうか。はい、果たして見つけることができるのだろうか。なんでフリーザや。なおかしくない？おかしくない？私に頼むが悪いんだろ。絶対嘘だけで分かってんだろ。イエーイ。なんで私にね、頼み事するときはふざけるのを前提として物事を言ってください。やべえ、この辺クリかサル、サルかクリ、あのクマがいる。ワシバレとるワシバレ。なんかおもちゃのピストルみたいな鳴き方してるね。ほら、おもちゃのレーザー銃みたいな鳴き方。でも中は入ってないで。だから猿か熊が食ってんだろう。あとイノシシもいるか。あ、タヌキもいるね。うん、自然の箱だね。自然の、うん、なんだどういうことなんだ、なんだこいつ、なんだこいつ疲れてんだよ。いや、うちのが疲れてるよ。あのね、体力ないの、わかる？急に7キロ痩せてごらんなさい、あなた。てか、ちょっとびっくりしたん。あの、枯れた滝の方の奥歩こうとしたらね、うん、こっち痛くなってきちゃった。なんで？わかんない、びっくりしちゃっただろ。やめたの、そこで。なんでそこ痛くなったの？わかんない。でも、ずっと耳鳴りしてるのが私、待ってる間。あれ、耳鳴りしてない。あ、それ寝てないからでしょ。すごい、急に。あ、ここやだな、耳鳴りしてる。あ、でも大丈夫だよ、あの心霊とかそんなのないから。まああるとしたら気圧だったの。あの、あの電波塔じゃないけど、あれがあるから、それじゃない。だって山に乗っけたり上がったり下ったりしてるから、気圧だと思う。圧力があるでしょ。これ何メートルぐらいの山の高さなんだろう。でも南大山よりは高くないでしょ。直線にしたら同じだね。そっか、ただぐるぐる回ってから高くないように思うけど、結構あると思うよ。そう、見てみよ、まだまだ下だよ。昼間見てみした、まだまだ下だから。あ、それは知ってるよ。南大山より高いんじゃないの、これ。この間ほら、千葉のうちが廃集落行ったじゃない。あのぐらいの距離かなと思ってる。いや、でもそれよりは短いか。そうだね、とんでもないところ行かされちゃったね。あれ迷わなかったら多分1時間ぐらいで終わってるよね。うん、うん、何時間いたよ。半日。いや、でもお昼ぐらいからだろ、ここにいるの。4時間。半日。4時間、5時間。うん、車に戻る前には、とりあえず、髪の毛してたけど。何その遠足みたいな言い方。だってまだ髪の集落脱出してないの。そうなの。いや、もう脱出してるよ。してない。車を置いたところまでが髪の集落なんで、謎のね、なんだっけ、あれ、なんちゃらもろ、スリッパ、ああ、ああ、ゾーリ、ああいうサンダルちょっと履くの苦手な人なので買いませんけど。あ、そっか、あそこの支店って書いてあった、上の線って書いてあるの、あそこから紙の集約なんだな。どこぞ。なるほどね。こんばん、これでこっち向いてるでしょ。違うの。こっち向いてないよ、向こう向いてる。向こう向いてんの。でもあなたの言ってることは分かった。でも終点なかったよね。終点ない。終点がどっかにあったはずなんだよ。だからもし終点を見つけたら、あ、行き過ぎたってなってたんだよ。終点がないからどんどん行っちゃったんだよ。でも集落言ってんのにあんなに歩くわけないよなってちょっと思ったんだよね。違うとこ行った。うん、アスファルトをずっと行ったら違う集落行っちゃいました。さっきね、行った人のブログ見たらね、うん、登って三股になったら右って書いてあった。そうね。ちょっとなんで調べてよ。頼むよ、本当に。
なんで筋肉痛？股関節痛いの。あ、筋肉痛？うん。まあそれはね、うちが湿布をね上からパーンやったり。はい、いいです。股関節もう下るだけだから、このここで終わりにすっか。撮影するのも疲れるし、ブレブレだし、どうせ誰も見ないし。はい、まあ目編集はここで終了です。上の、あ、上のじゃない、上の集落終了でございます。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、じゃあジャンプ。はい。